はい、ということでね、1年目の夏、18日目の午前6時です。今日は晴れですね。今日からね、鶏小屋のね、コンコンコンが始まったのでね、あと3日くらいすればね、鶏小屋が出来上がると思いますので、楽しみにしましょう。ということで、今日の明日の天気は何ですか？晴れますね。そして今日の占いは、あなた次第。なるほどね。自然と暮らそう。夏になると雷を伴う嵐がやってくる。飛来神の作り方をしていれば雷の何だか何だと。なるほどね。飛来神まだ作れないんだよね、残念ながら。来年になれば多分作れると思う今日ね。お、作ってる。やってるねロビン、やってるね。ごめんなさい怒られたんだけど、やってるねって言っただけなんだけどね。ういあ、ん、ういあ、はいはいはい。で、ブルーベリーがたくさんあって、よいしょ、唐辛子もたくさんあって、うい、で、ホップは毎日取れて、よいしょ、ほい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 、で、ここら辺は何もないか。で、メロンが出来上がってないですね。まだだね。なるほどね。小麦残しとこうかな。小麦粉とか多分いつか作れるよね。小麦、こっちに入ってたっけ？小麦何個か。小麦こっちをこっちへとこうかな、じゃあ。ロビーに差し入れ入れるとか、あげるとかできないのかな？いや、できると思うよ、多分。この前それで流木あげようとしてね、怒られた。なんかこれゴミでしょって。あ、そうか、ツルハシを、アップグレードしてんだっけ、今。でも、今日、ツルハシ取れるもんで、それ取って、洞窟潜ろうか、せっかくだしね、じゃあ。新しいツルハシを持って。ついでに、新しいなんか、あと鎌ぐらいか。別に鎌はなくてもいいもんね。って考えたらまだいっか。お金もないしね。ロビン、スイートピー、クロッカス。ありがとうございます。スイートピーでいいんだ。じゃスイートピーあげようかな。せっかくだ。あ、スパイスベリーでもいいんだ。じゃスパイスベリーあげよう。お疲れ様。これ差し入れだよ。ペニーもじゃああげてるか？ペニーもあげてるね。エミリーとペニーがもう接点だよね、今。で、時点でシェーン、マルがいるっていうね。シェーンもマルも全然興味ないけどねこの辺のね、整理はね、また秋になって帰ろうかなと思うんでね。そしたら普通に町に行って、ツルハシゲットして、上行って、温泉入って、洞窟潜ってって感じかな。イチゴだっけ？あ、鉱石か。戻ろう。これは持ってこよう。20個ね、持ってこよう。鉱石。さあ、ちなみに今日のクエストは何だ？今日のクエストは、よいしょ、ブルーギル4匹これはどうなんだ。ブルーギルってどこで釣るんだっけ？川だっけ？野だっけ？あ、変態。よいしょ、ムーニーの浮気相手。アイスクリーム売ってないじゃん。これ買えるかな、アイスクリーム。よっ。あ、不在。あ、後から来るんだ。なるほどね。ツルハシゲッチングして、ついでにこれ。よいしょ。どうぞ。違うんだよな。あれ、クリントじゃなかったっけ？集めた銅鉱石。あ、これダメなんだ。これ集めてないんだ、これ。これだと。洞窟潜らないといけない的なこと、つまり、銅鉱石をクリントのとこに、夜。多分酒場に来ると思うからね。持ってってって感じかな。20回にしようかな。25。20回25にしよう。うお、ほいほい。じゃこの辺も倒して。うわ、2発で倒せる。めっちゃ強い。え、1個もないわ。30回にしようかな。あ、今度暗くなった。あ、でもある。あ、でもここまで来るとちょっと違う気がする。20回の下。あー、オッケーオッケーオッケー。あるある。2回。これこの前まで3回だっけ？アップデートしたもんで、アップグレードしたもんで、2回で掘れるようになった。で、これで、8個だっていうね。オッケーオッケー。あ、いいね。石が1回で掘れる、全部。この辺のやつ。うわー、ええやん。あ、これ取れる？おー、取れた取れた。初めてだね、今の取れたのね。で、そろそろ多分、マックスなるかな。マックスになったらピコーンって出そうだね、これね。ほい。ピコーンって言ったね。オッケーオッケー。これでマックスだ。マックスというか、全部だ。
もうついでにこっちの方にもまだあるから回収して、ついでにこの子たちも倒しとこうか。経験値アップ。よし、そしたらこれ午後6時ね。ブルーギル釣るか、じゃあ釣るかわかんないけどね。釣り竿持ってきてないや。剣の使い方を知っていた今頃山の洞窟で探検していってるかも。涼しくて接近そうなった場所だから。あーね、どこにいたんだペニー、上から来たぞ。何なんだ。クリントはそろそろ来る的な感じかな。まだ早いよね多分。いるかな、まだ早いか。まあいいや。シェーンおはよう。うん、別にね、シェーンに話しかけに酒場に来てるわけじゃなく、酒場に入ったらシェーンがいたから、あ、じゃあついでに話しかけようっていう流れだからね。シェーン勘違いしないでよね、ほんとね。うん、あ、クリントちょうどよかった。うーい、え。それさ、別に後からでもいいじゃんその話。独り言でいいでしょそれはね。240やった。あ、サムがヴィンセントを誘拐してる。あ、兄弟か。サムおはよう。親父は敵国であるロトロ帝国について話してくれた。あいつは冷酷なんだな。戦争ってそういうもんだよね。正義の敵は別の正義なわけでね。敵国の子供たちはね、きっとこの国のことをね、冷酷な国なんだなって言ってると思うからね多分ね。とりあえずこうしていらんもんを入れるわけだが、でメガネを入れて、ここ入れて、よし、追跡してこようね。お、新しいやつ。そうそうね、ドワーフと話したいな。失われた本か。10時半まで行けるかな釣り。よっ、ホタルがいる。うーい、チャブ。なるほど。4匹釣ってさ、120とかだったっけ。結構厳しいよね。ブルーつながりだね。うい、チャブ。ブルーギル4匹だよね。それで120だって。時間の無駄だよね、こんなん。これ大丈夫かな時間。やばいやばいやばい。キノコ一応見るか。キノコ見て、納品はちょっと明日に回すとして。あ、あるある。おい、おい、おい。おい、おい。よし。どうしようかな、明日のディメちゃんの誕生日何あげようかな。レア。あ、あったあった、赤キノコ。レアであんのか。ちょっと一回残しといて、こっちは入れちゃって、この辺も入れちゃって。よし、じゃあちょっと寝ますかね、今日はね。これベッドって動かせないかな？動かせないよ、多分ね。ふーちゃんおはよう。あ、ふーちゃんの水あげてないや。まあいいや。寝ましょう。おやすみなさい。農業で2000。すごいな、2000ってすごいな。さあ、おはようございます。1年目の夏、19日。金曜日朝6時ですね。今日は晴れですね。今日はディメトリウスの誕生日です。なのでね、しっかりアイスクリームをプレゼントしましょう。明日も晴れですね。今日の運勢は少しだけ OK って感じか。 OK、 ちょっと出来上がってる、わからんな、出来上がってんのかな。話しかけだけ話しかけよう。ごめんね、そんなビビビビしてる時に。さあ今日は唐辛子が1個、そんなもんか。あ、こっちにトマトが4つ、ブルーベリーが3つ、トウモロコシもある。ほいほい、よよいしょ。はい、そしてホップね。トマト、唐辛子、ホップホップホップ、トウモロコシ、ブルーベリー。じゃあ今日も畑仕事頑張りましょう。今日はじゃあ釣り頑張ってみるか。ウィリー多分夜は酒場に来る可能性高いもんで、金曜日だしね。だから夜まで釣りやって、ブルーギルを釣りましょう。あ、川だ。そもそも釣る場所違ったわ。あそこ湖だもんね。川だ。あー、川ってことは村の川でいいのかな。はい。はい、オッケー。そしたら、ふーちゃんの水あげるとして、今日は釣りをするもんで、他のいらないものは置いていこうか。よし、スイートピーは一応、まあ、誰かしらプレゼントあげるときがあるかもしれない。ふーちゃんおはよう。水あげて。よし、行きますか。あ、キノコ一回見てみようかな、じゃあ。あ、できてないわ。じゃあ、ここで釣れば、アイスがわかるんで。よっ。よいしょ。ついでに言うと多分今日ペニーね、学校で、お勉強を教えてると思うから、ペニーがね、いなくなるタイミングもわかるね。
二重で確認できる。そしてブルーギルがニジマス。これがパイクか。これじゃない？ブルーギル。ほい。あ、やっぱり？ね。オッケー。ニジマスですね。ていうかさ、今日さ、アレックス、アイス来ない？ひょっとして。大丈夫？お昼過ぎたら来るとかあるよね。多分今はね、海にいると思うから、アレックス。ね。ブルーギル一匹しか釣れてないんだけど。あ、これこそだ。これこそブルーギルだ。あ、それかニジマス。はい、ニジマスですね。アンモナイト落ちてた。やった。あ、来た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 。よしよし。ニジマスですね。はい、これパイクね。よいしょ、ブルーギル。アイス買っとこ。ディメちゃんのアイスください。ディメトリウスのために250円も払うのか。キャロラインがいる。ちょっと話しかけたい、キャロライン。ちょっと待って。何ちょっと、違う、私がハテナなんだけど、なんでそんな、なんか、変態と出会ったみたいな感じの逃げ方すんの？ちょ、キャロライン今日は図書館の日か。さあ、ヘイリーがいますね。ヘイリーも話しかけよう。待って、ヘイリーに話しかけたいから、早めに、連れて、よいしょ。ヘイリー。やっぱりそうなの？やっぱりそうなんだ。ヘイリー。あ、そうなんだね。ヘイリー、アレックスのこと好きなんだ。なるほどね。あら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 。だから毎日ここに来てるんだ。そんな、あったんだね、そんな。なんつうの、恋愛のやつね。じゃあ、ペニーもほっといたらさ、サムと付き合っちゃうのかな。あ、パイクだわ。あといくつ？あと24。これ無理じゃね？ 1 個しか、2個しか釣れてない。これ無理じゃね？これブルーギルだったらワンチャンいける。よし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 。さあ、あと1回。これでブルー。それはいかん。桃を食べて、お腹を膨らませてからこれを投げる。どこに投げるの？待って、ちょ、せっかく食べたのに、意味なくなっちゃったじゃん。よいしょ。よーし。4匹。ギリギリセーフ。なんで投げるの？さあ、ウィリー。釣って聞いたよ。ブルーギューついてのワクワクするだろ？俺は百科事典セット並みのものを釣ったんだ。ありがとう。報酬すんごいなんか人間らしさ出てきたね。素晴らしい。時間まだまだ結構あるから、ウニ探し。右の方にも行きますかね。ウニ。ムール貝、サンゴ、ウニ、サンゴ、ウニ。よし、そしたら、アイスクリームを、ディメちゃんに、プレゼント。実績を解除、友達グループ。何それ。親切にありがとう。どういたしまして。5まで上がったんだけど。マジで？シェーンいつの間にかこうなってるしね。サム話した。サムおはよう。いや、そんなうまくない。セバちゃんおはよう。アビちゃんおはよう。あ、ムーニーも来た。ムーニーおはよう。恋は盲目。あ、今日もなんかあるじゃん。クリントン。昨日20個あげたじゃん。まだ足りないか、クリントン。なるほどね。明日もじゃあ洞窟行かなきゃ。ちょっとね、4時以降になったんでね、キノコ見てみよっか。キノコは毎日4時以降になるってことか。じゃあ。おー。おー。これが確か、バンドルあった気がするもんで入れといて、あとはないかな、多分。あとは、納品しちゃっていいかな？ニジマス、マッシュルーム、ウニ、ブルーギル、パイク、ニジマス、ブルーギル、パイク、ムール貝、赤キノコ、サンゴ、ウニ、サンゴ、ウニ。すごいな。木こりでもするか。うい。粘土。待って、30しかないのか。まだ9時だな。どうしよっかな。松明置きやるか。暗いもんね。危ないよね、夜道。寝ますか、じゃあ今日もね。なんもないよね、多分ね。お疲れ様です、今日も。いやー、スタジオバイ楽しいわ。はい、今日も寝まーす。おー、すごい！1000、1000、1000の4300。素晴らしいね。